今の電話だけ聞くと、お母さんはそこまでね、ヒステリー持ちっていう気はしないんだけど、どっかにトリガーがあるからね、そういうのって。大丈夫、化け物なんていない。いないのよ。私はちゃんと妄想だって自覚した。だからもう、化け物なんか見ない。大丈夫、大丈夫だよ。泣き声。幻聴だ。声なんて、本当はしてないはず。だって、この家には私しか、いないんだから。幻聴だよね。そのはず、だよね。幻聴かどうかは、見てみないとね。違う。これは、現実じゃない。私の、妄想なのよ。これは、私が見てる幻覚。私の罪悪感が生み出した。だって私は。私は、おばさんを、見殺しにしたから。私が、助けてあげれば。おばさんは自殺なんてしなかった。私がおばさんを殺したんだ。私のせいでおばさんは。
バロー、あれは本物の化け物だ。信じてねえのかよ。信じなのによ。信じなのによ。あれが幻覚や妄想だなんて考えられません。三浦さんは実際に見ていないから、そんなことが言えるんです。あれは、本当に化け物なんです。高村さん。帰ってください。帰って。もうあなたにも、誰にも会いたくない。放っておいて。失礼します。妄想なんかじゃない。確かに私はうつ病だけど、そんな症状、今まで出たことないし、薬だってちゃんと持ってるんだから。そういえば、今日はまだ薬飲んでないな。ちゃんと飲んでおこう。展開は変わらんけど、こっちがこっち。三浦さんはやっぱり、なんかちょっとかわいそうなんだよな。何をこんな薬。ずっと飲んでるのに、何も改善しないじゃない。もう、いらない。薬を飲まない？今飲んだのか、一応。もしもし。ああ、ミキ、あんた大丈夫なの？これは変わらんかな？何が？この前問題があって帰りたいとか言ってたでしょ？問題は解決したの？そもそも何があったのよ。話せるなら、話しておきなさい。ミキ、どうしたの？あんた泣いてるの？お母さんお願い助けて。この家化け物がいるの。私のこと殺そうとしてるの。もうお母さんしか頼れないの。お願い助けて。迎えに来て。家に帰りたいの。帰らせて。母？母？かけてきたね。お母さん？やっぱりあんたも気違いだったのね。ゆり子と一緒だわ。くだらない妄想に振り回されて。昔っからあんたはあの子と似てると思ってたのよ。弱々しくて空想癖があって。だからこんな気違いになるのよ。お母さん。そんなくだらないこと言うなら電話してこないで。気違いになんて二度と関わりたくない。もう勝手にしなさい。あの子みたいに首でもくくれば。信じてくれない。本当のことなのに、私は気が狂ってなんかないのに。妄想なんかじゃない。化け物は本当にいるのよ。逃げ場なんてない。頼る人ももういない。でも、私は本当に狂ってなんかない。それを証明するの、一人で全部何とかする。あいつになんて捕まってたまるか。泣き声。泣き声が聞こえる。どこ？どこから聞こえてくるの？泣き声の場所は変わらないだろうけど、展開はどうだったっけかな？セーブしておくか？うん、とてもとてもいいセーブだね。これは。まさか、そんな、この影は。いや。
逃げなきゃ。どこか。どこかに逃げなきゃ。まだ逃げるので、あ、っていうか、HP はやっぱ飲んでないな。回復してないな。